ただいまより、初実況、レディーストーカー、過去からの挑戦、を始めさせていただきます。私、ぐー、と申します。というわけで始まりました。まさかのスーパーファミコン、レディーストーカー、過去からの挑戦、です。タイトーさんからの発売ですね。ちなみに過去からの挑戦ということですが、何かの続編ではないようです。多分。小さい、がありません。もっと喋った方がいいのかな？こういうところは読んだ方がいいのかな？よかったらコメントしてね。今回は読んでいきます。昔々。ある大金持ちの家に、レディ、という娘がいました。娘は、とんでもないじゃじゃ馬で、娘の通った後には、災いだけが残る、とまで言われていました。度重なる大騒動に、娘の父は、ついに我が子を、庭の離れの家に、閉じ込めてしまいました。そうは言っても、かわいい我が子、娘の父は、二人の付き人をつけました。料理人、兼、用心棒の、コックス、家庭教師、兼、庭師の、ヨシオ。レディ、コックス、と来ていきなりのヨシオ、日本人ですか？この二人は、不思議な魔術を使うので、さすがの娘も、叶わないようでした。脱走を夢見る娘と、それを阻止する男二人。その果てしない戦いが、また、今日も、始まる。5+7=1ね、へへん。むむ、正解ですな。それにしてもお嬢様、今日はやけに真面目ですな。また何か悪さを企んでおるんでしょう？でへえ、白状全開。相変わらず疑り深いジジイね。ふん、何も企んでないわよ。こざいてないで次の勉強の準備をさっさとしなよ。いや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 、わしは信じませんぞ。むむむ、さてはまた爆弾をこの部屋に。爆弾設置は通常運行。じゃじゃ馬じゃ済まないですね。はぁ、はぁ、はぁ、うわぁ、どうやらわしの思い違いのようじゃのう。ふわぁ、よかった。何か、よかった、よ。この私が同じことを二度もやるわけないでしょ。勉強するのかしないのか、どっちなのよ、この顔でかじじい。無法を。いかん、ここで怒ったらお嬢様の思うツボ。む、ほ、ほ、そうですな。ほいでやー、これなんか、どうでですかのう。これですじゃよ、これ。
謎のデスランド島伝説。これはお嬢様向きの本ですぞ。ちょっと難解ですじゃが、読めるようになるとお父様は大喜びですぞ。ふん、面白そうね。じゃあ、読むから、しばらく一人にしてくれない？おお、ワンダフルなお嬢様。ついに知性にお目覚めですな。ひ、ひ、ひ。よろしいですとも。何時間でもお読みくださいな。今気づいたけど、ずっと立ってお勉強なのかな？あと、部屋のドア、以上。へぇ、魔物巨大化装置？なんだか凄そうだわ。でも古代文字ばっかりで読めないわ。ムカつくわ。ヨシオ様は本当に疑り深いですね。だから奥さん逃げたんですよ。なんじゃと、いきなりわけのわからんこと言うな。お前こそなんじゃ、オカマじゃという噂じゃぞ。うわぁ、その通り、チューチューチュー。うるさいわね。外から覗いてギャーギャーは名店じゃないわよ。あんたたち本当に私に勉強させる気があるの？ダメだこの二人、早くなんとかしないと。行くわよ、デスランド島へ。あ、体がうずく。あ、早く暴れ回りたい。今日はしくじれないわ。よし。その発想はありませんでした。あ、その発想あったんですね。いはっはっは、甘いですな。このヨシオ、お嬢様のお考えはすべてお見通しですわい。お嬢様、お願いですからおとなしくしてくださいよ。痛いわね、あんたもグルね。いや、何をやっても我々からは逃げられませんよ。諦めてくだされ。よしお、向かったわね。向こうのドアが開いてるわよ。仕方がありませんな。そんなものには当たらないようだ。なんですと、とやよ、ヨシオ様、やめてくだされ、火事だー。灼熱のバーンストライク。お嬢様。帰るまでには家を直しておいてね。全焼で床まで焼けてるのに無傷の3人。というわけで脱走大成功。お、動ける。いいえ、暴れられたら何でもいいです。久しぶりすぎて早速フラフラしてます。パンチ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 。道具屋さんですね。命の水、ポーション。毒消し、むしろ毒薬に見えます。ちょっと、商品が見えないのでどいてください。ザコちゃん、バイバイ。
キメラの翼的な？何か？私はその水色のバスローブみたいな服が気になります。あとはゆるキャラでも作ってればオッケーじゃね。ここはお土産屋さんかな。戦士っぽいのに勉強熱心ですね。あ、もうゆるキャラできてますね。ピンクピチリオンって何ですか？あ、間違えた。ピンクピリチオン、どちらにしろなんですか？タンスアサリとツボアサリは、RPG の基本ですね。はいは一回。いいえ、暴れに来ただけなんで結構です。いら。ちょっと、そこのお前、止まれ、止まって。入り通り座がないと先に進めないらしいです。お、了解。一回セーブしときますね。面倒なんでいいです。あら、聞かなきゃ進めないんですか。ビーダッシュ、マリオで鍛えててよかった。はぁ、楽勝に決まってんでしょ。初バトル、敵は、トマト。言ってる間に勝ってしまいましたね。このゲームの戦闘は戦闘画面に切り替わらず、そのまま画面に敵が出てきます。なので画面上に段差があったり、違うエリアへの入り口があったりすると、うまくそれを利用して戦闘を回避できたりします。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、これからちょくちょく使うと思うので見ていただいたら理解できると思います。説明下手でごめんなさい。気合を入れてます。右上のゲージが青になったらマックスです。普通に叩くよりちょっと強くなります。レベルが上がったら技が出せるようになります。エイクッシュ。エイクッシュ。
ステイプッシュ。A プッシュ。取れなくなっちゃった。あ、早速命に関わる間違いを、誰かアナログスチェック導入してください。ちなみに昔やり込んだゲームだからサクサク進めてます。後半は記憶が薄いので危ないかもしれません。やっと到着しました。この審査が武術と関係あったのかは謎です。ダイナミックを邪魔します。昔プレイした時は、ピザの意味がわかりませんでした。実はピザだと思っていました。すごく、大きいです。デカトマト可愛いです。いいえ、もうビザももらったしさっさと進みたいです。あなたもちょっと変わり者っぽいですよ。大変長らくお待たせしました。ただいまより。活動写真を上映いたします。弁士は不詳私、博物館長が務めさせていただきます。ちなみにガールフレンド募集中です。デスランド博物館が提供いたしまするは、題して、古代デスランド伝説なり。今を去ること何千年も前、このデスランドの地には魔物どもしかおりませんでした。突然変異か、はたまた神の使いか、そこに生まれたるは悪魔の申し子。キングバロン、書物によれば、人間よりはるか高度な知能を持つ、悪魔の申し子、キングバロン。仕掛け、からくり、拷問装置、地獄のごとき発明を次から次へと生み出した。トマトーン。魔物も奴には逆らえず、島はとうとうキングバロンの天上天下類が独尊。ところがどっこい、だがしかし、天才となんとかは神一重、悪魔の発明はとどまるところを知らず、魔物の生態実験を、繰り返し、繰り返し、また繰り返し、とうとう作りたるは悲劇の発明、魔物巨大化装置なり、狂気乱舞のキングバロン、島の魔物を捕まえて、作りまくるは怪物を。とどのつまりは、島中大きな魔物だらけ。力も強いこいつらは、たちまちとも食いを始めます。大きな魔物は見境もなく、餌を探してうろつき回り、キングバロンも狙います。自ら産んだ魔物どもに追い詰められたるキングバロン。これもはたまた運命か、自ら装置に飛び込んだ。果たして運命はいかに。その後の記録は残っておらず、時の流れが刻まれて古代の謎は深まるばかり。いつの世も伝説は人の心をかき立てて、幾千人の旅人や王様、兵士に領主様、遺跡求めて島を訪れ次から次へと命を落とし、ついた名前が、デスランド。ところがところが、ついにというか、発見しました魔物の化石、考古学者の執念か。世紀の発見した人は、考古学者のサジクさん、ああサジクさんサジクさん、化石の発見はいいけれど。再びお口に行ったまま、今の今でも行方不明。ああ人生はなんとやら、どこにいるのかサジクさん。ぐーぐー、すやすや、は。
るとかありえないでしょ。自分の作った魔物に食われたいのか？ですよねー。ここまで来れただけでも立派でしょう。へぇ、ざまあ。さっきの音源あげましょうか。変な島だけど、まあビザも手に入ったのでとりあえず進みましょうか。ビーダッシュ。あ、でもその前にセーブ。ちょっと短いですが今回はここまでです。次回は港町から出ます。その4、始まるよ。この境界も椅子一つありません。全体的に椅子不足でしょう。そういえばメニュー画面出してなかったです。港町から出る前にお薬を買っておきましょうか。親父、いいやつ頼むぜ。まとめ買いはできないようです。5個までしか持てないようです。いざー参るー。さっさと通しなさいよね。いよいよ町から出ましたね。本当の冒険がここから始まります。早速魔物が出てきましたね。トマトとトマトアッシュ。いきなりのアッシュ出現です。あ、説明が漏れていましたが、正面から殴るより側面や後ろから殴る方がダメージが大きいみたいです。同じようにレディータンの受けるダメージも違ってくるみたいです。と、言ってる間に戦闘が終わってしまいました。アッシュ、弱いでしょう。敵もレディータンの方を向いてくるのでなかなか側面や後ろは取れませんね。なかなかのエンカウント率でしょう。レベルアップ。戦闘画面がこんな感じなので魔術とか使われなかったらノーダメージで戦闘終了することも多いんだけど、ウプ主は戦闘下手なので、結構無駄にダメージ受けちゃうよ。お、ここは審査場で見た気がする。いい趣味してるわね。50円ドルゲット。この男のものでしょうか？レディータンはお金持ちのお嬢様なのにお金ほとんど持ってこなかったみたいです。まあ脱走だから仕方ないかな？キメラの翼ゲット。あれって一度行ったことある街に飛んでいけますが、どうやって行ったことあるか判断してるんでしょうね？使用者の記憶とか関係あるんでしょうか？新しい敵が出てきましたね。悪い妖精。
なんだか可愛らしいです。でもでっかい蝶にしか見えないです。ちなみにイエローママとかはいません。毒消し月桃。そういえば道具屋さんに飾ってあった商品、すごく大きかったけど、どうやって持ってるのかな？なんて言ってるうちに新しい敵が出てましたね。腐ったトマト、どんだけトマト好きなんでしょう。やりました。まぐれで大ダメージ。先ほど説明した側面、背面からの攻撃で出やすいみたいです。謎のハートスイッチで全回復、モンスターや財宝よりこの装置の方が気になります。ドクター。下手なウプ主のせいでレディータンが毒になってしまいました。でも大丈夫、万能ハートスイッチがあれば。あら？一度踏んだら部屋を入り直さないとダメみたいです。毒。解毒もできる万能ハートスイッチ、ますます気になります。あ、そうそう、RPG だから、これからも町から町への移動がたくさんあるんだけど、倍速かカットでお送りする予定です。ダンジョンはちゃんとやっていくよ、OK？また新しい敵が出てきたよ。昔猫の方の突進に結構やられた記憶があるよ。ハンマーの方は結構攻撃失敗が多いんだけど、当たると痛いよ。レベルアップ。ちょっとダメージあるからお薬使うよ。このゲームレベルアップで体力全回復とかないんだね。親切設計を頼り切ってるダメなウプ主です。のハートスイッチは健康の滝らしいです。リバータウンまでもう少しだよ。あ、そうそう、今は一人旅だけど途中から最初に出てきたヨシオとコックスも一緒に旅することになるよ。二人は魔法が使えるけどレディータンは最後まで使えないよ。レベルを上げて物理で殴るだけだよ。あいつらしつこいわね。私は魔法なんてにみっちりもの使ってられないのよ。というわけでリバータウンに到着しました。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくりレディーストーカーその後始まります。リバータウンに到着しました。うはは、じゃないわよ、消してやろうかしら。この街は武器屋さんと防具屋さんもあります。あと荷物を預けられる倉庫なんかもあります。とりあえずお金の匂いがする方へ行ってみましょう。70円ドルゲット。結構いろんなところにお金が落ちてますね。お金も貯まったので早速武器を調達しに行きます。どちらも SM には欠かせない道具ですね。それよりなんで口調がお礼なのか気になるわ。
両方味わいたいけど欲張りはダメよ、というわけですね。ていうか装備がムチとブーツって、レディータンは完全に女王様ですね。踏んであげましょうか。攻撃力優先でブーツがいいけど、お金の関係で普通のブーツにしました。武器ゲット、次は防具を買いに行きます。そうね、面白そうだし。カラクリ城とか言われるとゴエモンを思い出します。ウプ主はサスケが好きだったけど、なんかアニメ？漫画？では、ちょっとボケキャラになってたので、がっかりした記憶があるよ。RPG の基本とか言ってたけど、壺やタンスって何にもないわね。あ、もうコックスとヨシオが出てくるのバレちゃってますね。っていうか男女共同なんですね、この服。やはりここはレディータン専用の稽古着を。あ、すみませんでした。そういえばさっきから、ブーツも帽子も装備させてもらってるけど、お洋服もお店の人に装備させてもらうのかな、えへえ。次は道具を預かってくれる倉庫です。サジクさん、あのデカトマトの化石の？結構可愛い奥さんもらってたんですね。あんまり、お任せください、ってテンションじゃなさそうね。最後の、サンキューベリマッチ、もどんなテンションで言ってるんでしょうね。メグさんも、帰ってこない旦那なんか放っておいて、冒険に出ればいいのに。お、幼女発見。第一声がそれですか、びっくりした。グス、が、グス、に見えて、悪魔かと思いました。ここの教会は大きいですね。あらら、どなたかお亡くなりになってますね。っていうかお墓多いですね。今年から急に観光客が増えて、そしてみんな死んでしまって、怪しい匂いがプンプンします。レディータンちゃっかり墓荒らしはやめてください。死んだら食べれないんだから、私が使った方が役に立つでしょ？同じ顔の牧師さんと、あ、女の子がいます。カット。なんかすごい作りの民家ですね。ただの村人かと思ったら情報屋さんでした。あら冷たい。酒臭い。ここはバーかな？誰も何も頼んでないけど、情報収集の基本ですね。小さなメダル的なものですね。あら便利、いちいち持っていかなくていいんですね。酒臭い。ですよね。そういえば冒頭で、5+7から1引くから11ね、へへん、なんて言ってたレディータンですが、何歳なんでしょうか？ちょっと調べてみたけどわかりませんでした。は？そんな情報全然使えないわよ。実際あんな化石みたいな魔物が出てきたらワクワクするわ。
いよいよカラクリ城ことバロン城を目指します。いざここで以前説明した段差を使った戦闘回避を紹介するよ。わかったかな？戦闘エリアの端に段差があったので、そこから落ちて戦闘エリアを出ると、戦闘から逃げ出したことになるよ。コマンドで逃げることもできるけど、そっちは失敗する可能性もあるよ。逆に敵を段差に落として戦闘から外すこともできるんだけど、そうするとその敵の経験値はもらえないよ。そんなこと言いながら待ってたくせに、レディータンに気があるのか、というわけでバロン城城下町に着きました。今回はここまで、次回はいよいよお城の中に入っていくよ。ゆっくりレディーストーカー、その6、始まります。バロン城の城下町からバロン城に入っていきます。いよいよね、ワクワクしてきたわ。お、温泉があります。先ほどの健康の滝同様、全回復できます。あら？なんか服着てるように見えるのは気のせいかな？服着て温泉に入るわけないでしょ。てか覗いてんじゃないわよ。はぁ、いいお湯だった。みんな言ってるけど、そんなに恐ろしいお城なんでしょうか？また言った。ここの教会はシスターさんなんですね。同じ顔のおじさんよりシスターさんの方がいいです。いいから真面目に働いてください。なんだかすごく必死な感じね。恐ろしい城かと思ったら、完全に観光地はロタ。案内までついてるなんて、ちょっとがっかりだわ。そうね、せっかくだからお願いするわ。さっきからみんなビビりまくってますね。この分じゃ大きな魔物も着ぐるみだったりしてね。はい、チーズサンドイッチ。ムキムキ。射影機フルそうですもんね。あ、それは幽霊撮るやつか。写真も撮ったし、さっさとお城に入るわよ。こうなったらとことん楽しんでやるわ。この世界のおじいさんは変な笑い方しかできないんでしょうか？そのまま垂直に壁を登れるなんて、なかなか新しい乗り物ですね。今回は移動が多いので、レディーストーカーについて話しちゃうよ。うつ主も調べるまで知らなかったんだけど、このゲーム、初めはドラゴンクエストの番外編で開発されてたらしいよ。続く。なんか火の玉とか見えた気がする。お、第一村人発見。演出よね、そういう。続き、だからアイテムも、キメラの翼っぽいのとか、小さなメダルっぽいものとかあったんだね。トマトも、スライム的な位置なのかな？
続く。牢屋みたいなところに来ましたね。あ、客間なんですね。ベッド付き、檻付き、冷たい床と壁付き。うわぁ、全然嬉しくないわ。あら、もうゆっくりしていってる方がいますね。ゆっくりしていってね。わぁ、嫌な予感しかしないでござる。あら、ミニデーモンみたいなのがいるわ。続き、ちなみにドラゴンクエスト4が元らしいです。レディーはアリーナ姫、吉尾がブライ、コックスがグリフトの1らしいです。続く。尋常じゃない声でしたね。ここはどうなってるのかな？檻の上？下から何か音がするわ。続き、ウプ主はドラクエ4はしたことないんだけど、ドラクエにもお構って出てくるんだね。続く。今度は樽だらけの部屋に着きましたね。また村人を発見しました。酒臭い。これ全部お酒なんでしょうか？樽の上通ってここから侵入しちゃダメかな？それじゃあ全然面白くないじゃない、バカ。続き、というわけでドラクエ番外編として開発してたけど、やっぱダメ、と言われて慌ててオリジナル作品になっちゃった、レディーストーカーです。でもドラクエ関係なく面白い作品ですよ。頑張ってプレイしていきます。ようやく戻ってこれました。本当にただの観光地なんでしょうか？わからないけど、とにかく行ってみるしかないわね。というわけで今回はここまでです。次回、ゆっくり城内を調べていくよ。ゆっくりレディーストーカー、その7は始まります。ゆっくり城内を冒険していきます。いざなんだか敵も強そうな感じになってきました。トマトなんかじゃ物足りなかったのよ、このくらいないとね。レディータンさすがです。お、レベルアップ。そろそろなんかひらめきそうな気がするわ。お、なんだか本がいっぱいの廊下ですね。でも廊下に並べてたら探すの大変そうですね。見てるだけで気分が悪くなってきたわ。本嫌いのレディータンなので、本の山、としか認識してくれません。作者とか並び替えとかだったら積んでたかも。なんかこの角の本棚変ね、完全に片方埋まってるじゃない。独門次郎？毒を持ってることはわかります。吉尾に続いて、ちょこちょこ、和風の名前が入ってきますね。ダンジョンに入ったので、結構新しい魔物が出現しますね。今の敵も炎を飛ばしてきたり、電撃を発生させたりしたので、だんだん手強くなってきていますね。あら、案内中にも見かけたミニデーモンがいるわ。このタイプの魔物は、人間の言葉も話せて、他の魔物よりちょっと賢いみたいです。この子は人間の言葉というより、擬音しか話せてないけど、ね。鬼は迷路、やっと抜けました。あら、またいるわ。あたしに喧嘩売るなんていい度胸ね。レディーでもなんでも、あたしに喧嘩売るなら容赦しないわ。レベルアップ。
必殺技はもう少し。上から宝箱、真下にいたらどうするんでしょうか？体当たりで壁を壊せるレディータンなら生垣くらい楽勝そうですが。チョキチョキ、ハサミがあるのにわざわざ体当たりするなんてバカでしょ。見失ったわ。中庭も抜けて、お城の中心部っぽくなってきましたね。ねえねえ、目のところに指入れていい？いい？いいけど、変なトラップ発動しても知らないよ。20円ドルゲット。また本。とりあえず、適当に調べてみましょうか。廊下の向こうに廊下って、なんか変な感じね。ごめんね、レディータン、下手なウプ主で。まったく、お薬ごこしかないんだから、大事にしてよね。大きいドアがあるけど、まだ開かないみたいです。熱い。ここは開いた。もう本は勘弁してよ。意外にも、絵本、が置いてありますね。実は他の本も全部漫画だったりしてね。すごく近くに、すごく目立つように置いてあったわ。それよりも、その大きさで入りますか？あら？目の錯覚かな？ 3 冊増えた気がしたよ。ベビーさんがまたいるわ。ベビキチ君とは、ベビーバロンたちの昔話みたいです。あら？これはベビキチ君のお話の一部みたいね。ここにもベビキチ君のお話の一部があるわ。よし、音読始めるわよ。昔、あるところに。ベビ吉という。ベビーバロンがいました。ベビ吉は、慌てん坊なので。洞窟の中で。岩と人間を間違えて。よく、怪我をしていました。みんなも気をつけましょうね、びっくりした。人間と間違えて岩に突っ込むベビキチ、かわいいでしょう。というわけで今回はここまで、お城、仕掛けがいっぱいで楽しいです。次回も城内を探索していきます。ゆっくりレディーストーカー、その8、始めます。岩と人間を間違えるベビキチ君が可愛かったところからスタートです。ところでこの本棚、作った人は何を考えてたんでしょうか？一番上の本取るときとか、すっごいしんどいよ。キングバロンって本当に天才だったのかな？あら、ここだけ本棚ないわ。ポチ。思ったより大したことないスイッチでしたね。
神ゲットを毎回思ってたんだけど、こんな大きい宝箱にお薬1個とか鍵だけとか、がっかり感がすごいよ。青い鍵、なんだかこっちのような気がする。痛恨の一撃を食らっちゃった。ごめんねレディータン。まったく、せっかくお薬拾ったのにまた一つ減っちゃったじゃない。お、先ほど拾った鍵が使えそうなドアが出てきましたね。私の勘は正しかったわね。おや？この音、この壁のくぼみ、どこかで見たような。じゃあ、火だるまの部屋だわ。案内中に見せてもらったあの部屋ですね。ここはレディータンを守る、うつ主の見せ所ですよ。それ完全にフラグだから。しかすでに2回も当たったわよ、バカ、しっかりしなさいよね。あらあら？あなたはレディータン待ち伏せ常習犯の。こんなところまでご苦労様です。熱い、血の玉が苦手って、得意な人がいるのかしら？熱い、もう、本当に下手くそ。ごめんねレディータン。これを使うんだ。昔はダッシュで駆け抜けてたじゃない。動体視力と反射神経の低下、恐ろしいです。歳は取りたくないわね。うぬしだってまだ若い。よし、ここはダッシュで抜けてやりますよ。あ、フラグ回収オツですぜよ。初ゲームオーバー、サクサク進めますとか言ってたのに申し訳ないです。華麗なる加速をお見せしよう。さっきと同じ位置でお薬使ったのは秘密。今度は絶対しくじらないでよ。今だ。どこも焼けてない。スイッチは押すためにある。ポチ。火の玉、止まったみたい。安全になってよかったです。そういえば、あの人は今。若者ぶってダッシュして、気だるまになるよりマシよね。ね。レディータンごめんなさい。もう若者ぶりません。お薬も、もったいない。とか言わずちゃんと使います。わかればいいのよ。それよりまた新しいエリアに来たみたい。ここも、案内できた、逆魔、ですね。改めて見ても、やっぱり捕まってるわよね。ちょっと、壁に向かって何してるのよ。もういいわ。自称若者が無駄遣いしちゃったからね。そういえば一つ使ったけど、その後一つ拾ったんだったね。くれるんだったらかすり傷だけど使っておきましょう。うわ、本当にがめついですね。あ、嘘です。棒読みなのはゆっくりだから仕方ないよ。あ、こいつやっとこっちに来たわね。話しかけるんじゃなかったわ。あの子まだいるわね。でもここ開かないわ。仕方ない、明らかに怪しいけど、あの宝箱を調べるしかないわね。赤い鍵ゲット。うっすらわかってた。それはお気の毒。また決闘かしら。ワクワク。拷問、レディータンにそんなこと。はぁはぁ。あ、せっかくもらったのにお薬取られちゃったわ。確率は3分の1。レディータンがビリビリするかはウプ主の運にかかってます。迷ったら右がいいってどこかの誰かが言ってた気がする。そうなの？だが相手の左で。あ、ビリビリ、だねー。ははー、覚えてなさいよ。火の玉？嫌な予感しかしないよ。また火の玉でゲームオーバーになったら許さないからね。熱い、下手くそ。バカ、またヤバくなってきたわよ。やばい、早く、終わって。
ついに赤色に、もう一回も当たれない。あ。お、終わった。あたしにかかればこんなもんよ、ふん。よかったー。正直あと1分とかだったら火だるまだったかもしれません。お薬返ってきたけど、まだまだ拷問は続きそうです。どうか反射神経とか関係ない拷問にしてください。というわけで今回はここまで、次回、拷問の続きからお送りいたします。ゆっくりレディーストーカー、その9。始めます。さらなる拷問にレディーターンは耐えられるのか。ふん、あんなの拷問のうちに入らないわよ。いい趣味してるわね。一遍死んでみる。あらら、まさかこれも反射神経とかいる感じの。熱い感じのとか言ってないでちゃんと避けなさいよね。今回はなかなか上手だったでしょう。運が良かっただけのような気もするけどね。ぴゃー、拷問に優勝とか言われてもね。よいしょ、重い。ねえねえ、今どんな気持ち。小さくてもさすが魔物ですね。レディータンも走れなくなるような重たいレンガを手も使わず頭だけで支えられるなんて、強靭な首をお持ちのようです。ムキムキ。よいしょ、よいしょ、火の玉とかより全然楽勝ね。お返しするわ。バイバイ、レディーバロン。レディータンの運んだレンガを大切にね。なんでー、ゴビがー、いちいち、伸びてるのー。ダイナマットって何ですか？って思ってたらなんかいっぱい降ってきました。今おじさんの隣で爆発した気がするけど大丈夫なのかな？毎日爆発しすぎて爆弾耐性がついてるのかな？あら、一緒に落ちちゃったわ。でもこの拷問も結構簡単ね。ようやく全部の拷問が終わりました。拷問してた人に、頑張ったな、とか言われても変な感じですね。全部終わったら何かもらえるのかしら？ワクワク。嫌なフラグが立っただけでしたね。こんな拷問くらいまだまだってことかしら？ところでここ、ただの観光地ってわけじゃない感じがしてきたわね。お薬おじさん、ありがとう。ところでいくつお薬持ってるの？ただであげちゃっていいの？ああいうおじさんを見ると、まだちょっと観光地のような気がしてくるわ。新しいエリアへ、いざー。お、ここも見学で見た樽だらけの部屋ですね。こんな怪しい場所にある飲み物なんて飲みたくないわ。お得意の体当たりとか死闘でいけないかな？うん、ダメみたい。あらら？レディータン年齢不詳じゃなかった？お酒飲んでいいの？大丈夫。ぶどう色の水だもの、お酒じゃないわ。その割に足元がフラフラじゃないですか？大丈夫？こんな状態で戦闘になったら大変だなぁ。大丈夫に、決まってる、でしょう。レディータンのために、すごくグダグダだった戦闘はカットしておいたよ。これ内緒ね。何か言った？なんだかホワホワしてたけど治ったみたい。それはよかった。お、ここも見学で上を通った檻ですね。本物かはわからないけど、たくさん人間っぽい骨が見えるわ。さっきのレディーバロンも、鍛えた人間は美味しそう、とか言ってたし。でも、まさかね。動力不明の謎のエレベーターで、いざ。待ちきれず飛び降りちゃった、えへー。廊下っぽいところに出ましたね。火の玉、拷問と続いて、
今度は何が待ち受けているんでしょうか。あら、また外に出たわ。中身はその2ってところかしら。だ、だか、舐めてるの。だからジジイは嫌いなのよ。入れ歯はしっかり止めてね。カンス？あ、おじいさーん、おじいさーん。連れて行かれちゃったわね。何か言いかけてたみたいだけど。気になるけど今は先に進むしかありませんね。頑張ろうね、レディータン。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ゆっくりレディーストーカー、その10、始まります。ついに2桁、皆様ご視聴ありがとうございます。今回も引き続きバロン城の探索です。火だるまになったり、拷問を受けたり、おじいさんがさらわれていったり、怪しい感じになってきましたね。150円ドルゲット。お札ゲット。敵に一定ダメージだったかな？正直昔やった時は試しに一回使ってみただけでした。なんて言ってたら見えない落とし穴に落ちてしまいました。見えてたらそれただの穴じゃない？っていうかこのゾンビたちなんなのよ。襲っては来ないけど。長い長い廊下が続きますねー。出てくるタイミング悪すぎでしょ。おお、なんだか強そうなのが出てきましたね。回復くんってホイミスライム的な？ちなみにウプ主はスライムの中ではホイミスライムが一番好きだよ。かわいいよ。結構時間かかっちゃった。まだちょっと戦闘になれない感じです。お、レベルアップ。ひらめいた。やりました。最初の必殺技を習得。ふふん、モンスターなんて蹴り殺してやるわ。レディータンもご機嫌のようですね。ちょっと、人がいい気分なのにいきなり出てきて殴りかかってんじゃないわよ。ふん、まあ、新しい技の練習台になったから許してやるわ。チャージンガムゲット。機敏さが増えるらしいです。ちなみに機敏さは素早さみたいなものです。このゲーム、アイテム名で効果がわかりにくい上に、道具の説明もないので、初めて拾ったアイテムは使ってみないと効果がわからなかったりします。なんかよもぎ餅に見えるブロックが落ちそうですね。あれ？見えない？バロンの目ゲット。目玉？本物じゃないわよ、もちろん。そういえば目玉がはめられそうなところがありましたね。あら、こんなところに繋がってたのね。忍者屋敷みたいで面白いですね。さすがカラクリ城。あ、そうそう、さっきの目玉はきっとここね。えいや。おお。かなり斬新な床ですね。そしてシャンデリアからダイナミック2階へお邪魔します。あ、今何か見えた。最後、なんだかワクワクするけど、もう終わっちゃうとちょっと残念ね。面倒。モンスターなんか怖くないしね。第一の刺客、ベビスケ、撃破。まだまだ行くわよ。第二の刺客、ベビエイ、撃破。どっちも大差なかったわね。お、レベルアップ。
続いて第3の刺客。あら？ベビタのくせに生意気だぞ。弱い者には興味ないわ。さっさと進むわよ。もう一つの道を選ぶとこっちのドアから出てくるんですね。お、いよいよな感じ。全部ベビーだろう様。バカ者、俺のことはベビーと呼べと言ったろう。は、はいベビー様。デスバレー鉱山から報告です。何か見つかったようです。何？そうか、よし、いいぞ。こんなに目の前にいるのに私のことは仕方なのかしら。ムカつくわ。あら、かわいいお顔。こいつが噂の大きな魔物なんでしょうか？正直怖くありま、じゃあ、落ちるー。落ちるー。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。いつまで落とすのよ、バカ。ゆっくりレディーストーカー、その11、始まります。ちょっとフライングです。というのも今回は最初からいきなりの初ボスでスタートなのです。それではどうぞ。JB ペット、どちらかというと JB の方がペットっぽいと思うのはウプ主だけですか？ここって最初に案内で上を通った。なんかカサカサ音がする檻よね。やっぱりこの骨は人間の。怪しい大きな魔物もいたし、実際死にそうな仕掛けもたくさんありましたもんね。むむむ、もうただの観光地ってことはないでしょう。ふぅ、もろに食らっちゃったわ。さすがにちょっと手強いわね。でも、負ける気はしないわ。やったー、さすがレディーターン、お見事。ふん、このくらい当然よ。さてと、じゃあこんなところまで落としてくれたあいつを殴りに行きましょうか。と、その前に光るビー玉ゲットを、噂の小さなメダルみたいなやつですね。使うだけで飛んでいってくれるので、アイテムスペースもいらず便利ですね。わざわざご親切にどうも、なんだかボウマオを思い出しました。あら、あそこに見えるのは。げ、人間缶詰、JB 印ってちゃっかり商品化してますよ。あの、缶詰。って言って連れて行かれたおじいさんは、このことを言っていたのね。謎の観光用トロッコ。一体どこに繋がっているんでしょうか？長い。あら、さっきの JB とかいうやつがいたところに戻ってきたわね。JB 様が現れてから毎日が楽しくなったね。うんうん、そうだね。まったくすごいやつだよ JB 様は。これから人間が毎日食えるなんて夢のようだね。いや、それはまだわからないよ。古代の装置を復活させないとうまくいかないらしいよ。魔物の帝国を作るとか言ってたけど本当かな？そうなればいいけどな。まあいいや、とにかく鬱陶しい人間たちに企みがバレなきゃいいや。もろバレですよ。ちょっぴりおつむが足りないようです。そんなベビーバロンが好きです。冗談言ってる場合じゃないわよ。魔物の帝国を作るなんて。ふふふ、このレディーさんがそんなことさせないわよ。そんなこと言って暴れる正当な理由ができて嬉しいだけ。あ、嘘、そんな。ギャー。何言ってるのよ。純粋にこの島の人々、いえ、人間を魔物から救ってあげるだけじゃない。そ、そうです。ね、素晴らしい、お考え、です。また落ちるー。あら、また外に出たわね。あ、ここは高い薬を売ってたり、おじいさんが連れて行かれたりした方の中庭ですね。あ、あいつまたいるわ。え？あ、確か、女のあんたには、とかなんとか言ってたわよねー。どうしようかしらー。レディータン、なかなかのド S。でも本当は優しい子。何言ってんのよ、目の前で死なれちゃ気分悪いし、菓子を作ってやっただけよ。へぇ？で、おじいさんの取り分は何割なの？さっきも古代の装置がないとなんとかって言ってたわね。
どんな装置なのかしら？水道の鍵ゲット。なんだか早い展開ですね。次は鉱山を目指すみたいです。なるほど。だからアトラクションっぽかったんですね。普通に楽しんじゃいましたよ。集客率はなかなかのようです。その能力別のことに使ってくれたらいいのに。何もない。ただで止めてくれるなんてありがたいですね。人間以外何に見えるっていうのよ。ふむふむ、だからここシルバー人材センターみたいなんですね。あらら、それはお困りで。話はそこで終わりなんですか？助けてほしい、とかないんですか？あ、ここが例の水道管ね。というわけで今回はここまで。次回から水道管を通っていくよ。ゆっくりレディーストーカー、その12、始まります。地下水道からのスタートです。ちょっと荷物がいっぱいだったので、お洋服とお札を売ってきました。ここの人たち人間に驚きすぎでしょう。生身かどうかより、地下水道を通ろうという発想にびっくりです。あら汚い。で、水に浮いてるのはマスカットかな？腹出し。もうネーミングの基準がわからなくなってきました。うつ主的には椅子からベロが出てる妖怪に見えるよ。ゴールド、これははぐれメタル的な。あ、言ってる間に逃げられてしまいました。残念。ドクター持っててよかった。ドクチューは レベルアップ。体力もだいぶついてきた感じですね。体力が増えてくるとゲージが格ゲーみたいに色が変わって、確か最後の方は3層くらいになったと思います。戦闘多いなぁ。地下水道ってモンスターが溜まりやすいのかしら？おや、開けたところに出ましたね。あ、思い出した。水を吸い上げて先に進むために、パイプの空いてるところを繋いでスイッチを入れなければいけません。まあ、昔やってるのでここは任せてください。そうそう、アイテムも回収。レディボッチゲットを、使うとプレイ時間がわかるアイテムですが、ぶっちゃけ何のためにあるのかは未だにわかりません。一定時間続けてたらお父さんから電話があるのかな？やっとできたー。任せてとか言ってたくせに時間かかりすぎ。なんとか水の吸い上げに成功。さあ、レディーターン。汚水にダイブだー。汚水とか言わなくてもわかってるんだから黙ってなさいよ。そのマスカットみたいなの当たるとダメージなんですね。正体不明ですが。
水に流れがあるので思うようにレディーターンを進められません。渦巻きに巻き込まれると前の道に戻されちゃうんだけど、ここは水の流れに乗って何も操作しないと普通に進めます。モンスターはさすがに出てきませんか。水路も長いです。落ちる。本当によく落とされるわね。あの高さからいきなり地面に着地。やはりレディーターンはただのお嬢様ではないようです。ムキムキ。あっちにも道があったけど、とりあえずこっちを進んでみるわ。おや、何かありますよ。サジクの手紙ゲット。随分大きな手紙ですね。勇気ある冒険者へ。私の名はサジク。古代デスランドの謎を研究する考古学者だ。私はデスバレー鉱山と呼ばれる山の地下深くでついに化石を発見した。伝説に過ぎなかった巨大なトマトンの化石だ。私は有頂天になり、化石を町に持ち帰った後、再び鉱山に潜った。なぜなら、もっと化石があるのではないかと思ったからだ。そして私は、とうとうキングバロンの棺と思われる。再び潜るとか、それなんて不思議のダンジョン。サジクさんってあのサジクさんだったのね。デスバレー鉱山ってベビーバロンたちも何か言ってたわね。何かあるのは間違いなさそうですね。とりあえずデスバレー鉱山を目指しましょう。あら、この陽気な BGM は街に戻ってきたようです。ということはさっきレディータンが言ってたもう一方の道を行けばまた別のところに出られたようですね。とりあえずお風呂に入りたいわ。やっぱり服を着てない。てかまた覗いてんじゃないわよ、バカ。さてさて、リフレッシュしたところでもう一方の道に。ですが、その前に。チャイナ帽子ゲット。あらまあ、ぴったりだそうです。よかったねレディータン。というわけで今回はここまで。次回地下水道のもう一方の道を進んでいくよ。ゆっくりレディーストーカーその13、始まるよ。今回は地下水道のもう一方の道を進んでいきます。は、何者？人間か。だから人間以外のなんだっていうのよ。こんなところに人間が来るとは、さてはバロン城を抜けてきよったな。わしこそはこの地下水道の管理人でスタッフだ。地獄へ行け。管理人って人じゃないですけどね。ちゃんと管理してるの？変なマスカット育ってたわよ。そういえばゲスタフはボスなのかな？ BGM 的には通常戦闘な感じなんだけど。こんなパターンで倒せるやつなんてボスじゃないわよ。雑魚ね。もう一度押してみましょう。スイッチ、壊れちゃった。スイッチが弱すぎるのよ。それに開いたんだから問題ないわよ。お薬ゲット。だけど荷物がいっぱいです。仕方ないわね。次に来る誰かのために置いておきましょう。ち、何もないわ。また汚い水。下水道は続いてるみたいですね。城以外のミイラはあんまり見たことないなぁ。お、レベルアップ。出ましたゴールド。今度こそ。ぐすん。
ゴールドって本当に倒せるの？実は無敵じゃないの？本当に地下は魔物が溜まりやすいですね。頑張れレディータン。お、なんだか建物っぽいものを発見。とりあえず周りから調査してみます。チョコレート無ゲット。効果はライフポイントの上限が増えるだったかな。お、綺麗な水が溜まってます。まさかここを。進むしかないわね。え、いくらレディータンでも酸素ボンベなしでこんな水中無理でしょう。大丈夫よ、体力には自信あるから。体力とかそういう問題じゃなくて、酸素なくなったら即死ですよって言ってたら言っちゃった。お嬢様の特性というか、この世界の特性というか、わしが説明させてもらいますぜよ。この青年も言ってます通り、水中では一定時間ごとに酸素がなくなり1ダメージ受けるんじゃが、今お嬢様がされてますように、壁から酸素を吸えば体力が回復する仕組みなのですぜ。普通酸素が尽きれば1ダメージじゃ済まないのですぜが。まあ、それは、ゲーム、と割り切ってくだされ。では頑張ってくだされ。説明ありがとうございました。というわけで特殊事情もわかったところで進んでいきます。あ、水中でも普通に戦闘はあります。でもダッシュとかできないし、敵は上から降ってきたりするのでちょっと戦いにくいです。もやもや。そういえば、戦闘で受けたダメージも酸素補給で回復するからちょっと便利よね。地上ではいくら酸素吸っても回復しないのに。なんだか不思議ですね。酸素補給じゃあ。レベルアップ、やっと2桁です。おめでとう。前回ちょっと言ってたけど、今回のレベルアップで体力バーが2層目の黄色になりました。この上をうまく渡っていけばいいのね。そういえば今更なんですが、タコとかカメとかいますけど、ここは海なんですかね？あれは、マリモ？レディータンの頭くらいありましたね。どっかい、酸素があれば何でもできる。ゆっくりレディーストーカー、その14、始まります。水中戦長いです。仕掛けも特にないしなー。あ、そうそう。説明してなかったかもしれませんが、水中では下に落ちるときゆっくり降りれるよ。でもなぜか上には行けません。あ、乗り損ねた。と。このような時も登れないのです。残念。マリモ、巨大なマリモが飛んでくる。あら？よく見たらそれあのマスか。いえ、なんでもありません。
レベルアップー。最近よくレベルが上がりますね。あれ？戦闘しなさすぎてた？け、なんなのよこれ、なんだか気持ち悪いわ。お、ようやく乗り損ねたところに来ましたね。ここに乗れればあのマリモたちには会わなくて済んだようです。では、今回もそろそろ。ふう、結構泳いできたわね。あら、タコが待ってるわ。どうやらボスのようです。あ、やっぱりカメとかタコがいても水道だったようですね。なんだかボスといっても今まで出てきたタコとあんまり変わらないような。戦闘も普通の敵とあんまり変わりませんね。まあ、あんまり序盤からボスが強いと積んじゃうからいいかな。ふう、タコ片付いたわよ。そろそろ地上に出たいわ。よいしょ。水の中なら軽々と。レディータンなら地上でも持てるような気がします。さて、あとは出るだけ。てってってー、てってってて、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 お。ようやく抜けました。やったー。ふう、やっぱり地上の空気が一番ね。ところでここどこかしら？まあ、いつも通り、とりあえず進んでみましょう。これが、出待ちってやつかしら？あら、町に着いたみたい。そこの給食当番みたいな人すみません。俺たちは札付きの犯罪者さ。だけどここは無所と違って待遇もいいし、一生ここにいてもいいぜ。いやもう腰が痛くてたまらないよ。なんたって朝から晩までぶっ通しで発展。いや、発掘作業だからな。でも JB 様は一体何を必死で探してるのかな？なんか黒い。なんじゃ、新入りか？わしゃなんも JB 様から聞いとらんぞ。まあ確認は後でするか。よし、よく聞くんだ。ここでのお前の仕事は発掘作業だ。新入りはまず鉱山へ行け。そこでまず鬼のように働きまくるんだ。よし、鉱山に登るケーブルのキックをやるぞい。ほれ、わかったらさっさと行け。ここは無所と違って働いたら働いた分だけ楽しく過ごせるところだ。JB 様に感謝の気持ちを忘れずにな。犯罪者を使って何かを発掘させてるようですね。にしてもこの二人黒すぎ。勘違いして切符もくれたし、とにかく行ってみましょう。まあ、その前にこの街を探索してから行きましょう。いいか新入り、よく聞けよ。お前が何をしたかは知らねえが、ここへ来たってことはどっかの牢屋にいたわけだ。それを助けてくれたのは JB 様だ。だからくれぐれも忘れんようにな。JB 様あっての俺たちだってことな。JB 様万歳。あんた新入りかい？新入りはまずこの街を仕切ってるセブリじいさんに挨拶しないとダメだぞ。ふう、随分早口な人たちばかりですね。もう少しゆっくり喋らせなきゃダメ。あ、こっちのはなしです。せっせっせ、ここの商品は全部デスバレー鉱山で発掘したものなんだ。モンスターどもはいらないみたいだから仲間内で売り返してるのさ。へえ、でもイップはともかくブーツはこいつらが履いてたら気持ち悪いでしょう。そうそう、さっき聞いた話によるとこの炭鉱で働いてるのは犯罪者ばかりみたいですね。おお、怖い怖い。しかも JB が脱走を手助けして手下にしているようです。ち、相変わらず何にもない。そういえばそろそろブーツも飽きたのでウィップに変えようかな。必殺技も変わるのでお楽しみに。最初の方に説明があったけど、ウィップの方が攻撃範囲が広いけど、威力が低め。ブーツは攻撃範囲狭いけど、威力が高めのようです。狭。椅子とか言ってる場合じゃないよ。
神父さんどうやってそこは行ったの？乗り越えたの？内緒だけどよ、俺はあのジャンボベリーバロンが大っ嫌いなんだよ。おお、よく言った。なんだかんだ、待遇は良くしてくれるけどよ。いまいち信用ができねえんだよ。ええ、俺はシャバでも酒場のマスターやってたんだ。お嬢さんには、ロリフルパンチというカクテルが似合いかな。ロリがフルパワーでパンチなの？またでも参りだよ。うわぁ、作業の後の酒はうまいな。グピグピ、そうそう、なんか鉱山の下の方で何かが見つかったとか言ってたな。詳しいことはよくわからんけどな。グピグピ、その子は酒場のアイドル人形のリュウちゃんって言うんだ。俺たち鉱山へ作業に行く前に必ずリュウちゃんにチューしていくんだ。まあ、作業の安全のおまじないみたいなもんよ。それってリュウちゃんの唇でおっさんたちの関節中じゃない？おえぇ、持ち出せないか。極楽、極楽だぜ。極楽とはこの町のことを言うんだな。あんたにかけん顔だな。セブリじいさんに挨拶しといた方がいいよ。姉ちゃんしめりか。可愛い顔して何悪さしたんだ。壁に体当たりして、家を燃やさして脱走しただけよ。19番ゲット。これもよくわからないアイテムです。いい香り。おう、しみりか。ちょっと部屋の隅まで来いや。お、俺は陽子、鉱山の中でと、とんでもないものを見ちまったんだ。な、仲間が、よう。やっぱり言えねえ。誰も信用できねえ。お、ドド星かい？なんだしみりか。いや何、友達のドド星が鉱山から何日も戻ってこないんだよ。まああいつはタフだから泊まり込みでガンガンやってるとは思うけどね。なんだか鉱山の中も怪しい感じがしてきましたね。また防寒詰め生産工場になってないといいんですが、あと、JB たちが探してたものも見つかったかもしれない感じでしたね。さてさて、そんなところで今回はここまで。次回鉱山を調べに行くよ。あ、あと質問にあった、チャイナ装備、なんですが、調べてみたらもうフラグ折っちゃってました。テーペロ。ゆっくりレディーストーカー、その10を、始まります。よっしゃ、一挙発掘作業してやんよ。お、すみだな、しっかり働けよ。にしてもこんなにあっさりは入れるなんて、しょっちゅう新人が来るんですかね。そんなに犯罪者がいて大丈夫なのかしら？あら、ここはお土産屋さんですね。鉱山なのに観光名所でペナントまで売ってるようです。これも JB の仕業か。あ、ここ道があるわね。本当ですね。いつか役に立つ時が来るかも。なんて。何にもなかったわ。残念。じゃあさっさと鉱山に行ってしまいましょう。あら、かわいいケーブルカーですね。へへ、ご苦労さん。今日も一日安全にな。へへ。さっきのやつゲスタッフに似てましたね。何かと管理人をさせられる一族なんでしょうか？わあ、結構高いわね。面白いわ。面白がってていいんですか？うるさいわね。私が楽しく冒険するついでに人助けするのよ。あくまでメインは冒険なんですね。お、着いたようです。こちらはお出迎えいないのね。にゃにゃん、名前が可愛いです。なんて言ってたらレディータンの無知の餌食になってしまいました。ふん、なるほど。こっちも面白いわね。舐めてるとボン。自爆でもするんでしょうか？ん？せっかくリーチが長いのにまだちょっと距離をつかめてません。大丈夫、死にかけてない死にかけてない。
テレッテッテー、レディーはレベルアップ。お、この線路は、うつ主の大好きなあれかな。ふふふ。迷路みたいに複雑そうね、大丈夫かしら？建物ね、ようやく鉱山かしら？これはこれは、好奇心旺盛で元気なお嬢さんではないですか。こんな山の上まで一体わざわざ何をしに来たんですかな。ゲルルルル。ゲルルル、好奇心の追求は死を招くことを身をもって感じさせてやろう。俺は何事も邪魔されるのがヘドが出るほど嫌いでね。ゲルルル、よし、小娘を牢屋にぶち込め。あいつ可愛い顔していることは普通なのね。出しなさいよ、バカ、何よこんな檻、ってあら？なんか見たことある背中が見えた気がするけど、気のせいね。やっぱ気のせいじゃないか。見るからに壁壊してるのにレディーターンをぶち込んだベビーバロンも何も言いませんでしたね。お、お嬢様、ご無事でしたか？このヨシオがどんなに心配したか、まったくもう。しかも火を消そうと騒いでいたら魔術をあらかたと忘れしてしまいましたわい。おかげでお嬢様を追いかけてこの島に来た途端このありさまですぜ。とにかくお嬢様、コックスを探しましょう。たった今この鉱山のどこかへ連れて行かれたのです。さあ、急ぎましょうぞ。ヨシオがパーティーに加わった。しかしヨシオに、まったくもう、とか言われても全然燃えないよ。魔術の使えないヨシオなんてただの庭師じゃない。大丈夫なのかしら？まったく忘れたわけではございませんぞ。特化して井戸なら使えますぜ。ヨシオさんの武器はスコップです。まあ、ブーツとかより武器っぽいかな？お、衝撃といえばレディーターンを得意の。でやー。とやー。あら、思ったよりあっさりね。あたしの部屋の壁の方が熱かったわ。今日のジェイディ様は随分とご機嫌だね。そりゃそうだよ。だって。古代の装置復活に必要なものがやっと発掘できたんだもん。ふん。ところでお前、古代の装置って何？美味しいのか？いや、装置は缶詰じゃなくてなんかわからんけど。機械、みたいなもんだってなんじゃそれ。うん、それを使えば僕たちもジェイディ様みたいに大きくなれるんだって。へえ、それはすごいな。こっちは助かるけど、レディーバロンって結構おしゃべりなのね。情報だだ漏れですね。でも古代の装置って最初に映画で見たあれのことでしょうか？お嬢様、下にいるのはコックスですぞ。わかってるわよ。コックスのやつ？あたしより先に乗るなんて井戸上ね。とりあえず、コックスを追いかけながら炭鉱の奥を調べてみるのがいいみたいですね。というわけで今回はここまで。次回コックスストーカーをお楽しみください。ます。炭鉱の奥に行ってしまったコックスをレッツストーキング。ところでこの床の色は何なの？バスクリーン巻いちゃったの？あ、間違って登っちゃった。お、久々の回復スイッチ登場です。うわ、ヨシオ体力低いな。お前ら新人だな。そこの壁にトロッコの運転のやり方が書いてあるから、よく読め。作業員の皆さんへ、トロッコに乗ると自動的に加速されます。ブレーキは手元の黄色い B ボタンを押すとかかります。ただしブレーキを押し続けるとブレーキが加熱してしばらく効かなくなります。方向転換するときは曲がりたい方向へ十字ボタンを押してください。ただし方向転換ができない線路もあります。読み上げが追いつかないよ。あうあう。まあ、大体わかったから大丈夫でしょ。ブレーキと方向転換して進んでいけばいいのね。ここで早速方向転換ね。なかなか簡単じゃない。おお、さすがレディーターン。スムーズに進めてますね。お嬢様。できればもう少しゆっくり。こういうのはスピードがあるから楽しいんじゃない。バカね。あらら、壊れてしまいました。線路の先が石って止め方強引だな。チョコレートムゲット。眼球に見えます。
お、新しいトロッコですね。いざあら短い。でもまたすぐ別のトロッコが。お、と言ってたら吉尾圧先頭です。どれどれ。吉尾さん、仕事してあ、命令が死ぬなになってるんですね。なるほどなぁ。じゃあお任せにしてみましょう。今度こそお願いします。今何かしてくれたのかな。石の盾ゲット。重たそうです。お腹すくのが早くなっちゃうなぁ。あれが魔術ですね。レディータンを貫通したように見えたのは気のせいでしょう。吉尾さんも働いてくれるようになったし、サクサク進んじゃいましょう。え、レディータン。なんで今禁止しちゃったの？だって SP もったいないじゃない。結構少ないし。レディータン。結構倹約家なんですね。吉尾さん頑張って。吉尾さんのダメージ1に見えるけど、気にしない気にしない。いないよりマシだし、お薬持ったりとか道具袋みたいな感じで使っていけばいいじゃない。あ、あと回復魔法とか。いかん。完全にいないものとして扱われそうな空気ですぞ。早く魔法を思い出して本来の力をお見せせねば。むむむ。とりあえず進みましょう。トロッコ乗ってると敵も出ないので楽ですねー。終わりなのかしら。つまんないわ。あ、このスコップ顔がある。コブラスコップゲット。これは吉尾さんの装備ですね。これで少しは戦力になるかな。お、早速戦闘。吉尾さん、リベンジですよ。命中率は悪いけど、防御されてなければさっきよりダメージは与えられてますね。でも頼りにはできない程度の戦力ね。ふん。お、トロッコ再びですね。レッツゴー。じゃあ、来た来た。こんなコースを待ってたのよ。でも終わり？乗り換えでもいちいち止められるとテンション下がっちゃうわ。線路ばっかり。トロッコはどこにあるのよ。なんて言ってたらレベルアップ。お、攻撃魔法を思い出してくれました。ピカ、ボークエストの絵をみたいな魔法です。別に吉尾が美しくなるわけじゃないです。戻された。さっさと進みたいのにイライラするわ。なんとか曲がれたわ。もうストレスなく進めるようにしときなさいよね。
終わった。この線路作ったやつ覚えてなさいよ。ようやく抜けましたが、まだまだトロッコ続きそうですね。レディタンガンバー。おや、分かれ道。今回もクラピカの法則を使って左？それとも右？右だー。さて、運命やいかに。止まっちゃったけど、正解なの？不正解なの？お、ネクストトロッコ。一応続いてるから正解かな？お、びっくりした、落石やめてなぜ止めたし。落ちるー落ちるー落ちるー。本当に落とされた。もう少しトロッコ続きそうですね。というわけで今回はここまで。次回もコックスを追跡していきます。ゆっくりレディーストーカー、その17、始まります。コックス探してだいぶ進んできました。炭鉱深いです。あれ？さっきの宝箱どうやって取るのかな？ま、いっか。先に進みます。お、ひ、人だー。おー、確か神殿でモンスターどもが集まってたぜ。なんだかどんちゃん騒ぎを始めるみたいだよ。俺も行こうかな。しか神殿って何？モンスターってどんちゃん騒ぎしちゃうものなの？モンスターハウスなの？人間も参加していいの？あ、マジックウォーターゲット。魔力回復だったかな？レディータンは魔力ないので、おじいさんに渡しておきます。線路は続くよ。どこまでも。あら、短い。もっと長い距離をゆったり走りたいですね。お、この BGM は村？人もいますね。いろいろ聞いてみましょう。この炭鉱のさらに北にはモンスターどもの村があるんだ。不思議なことに奴らの家には人間は入れないんだ。きっと扉に魔物の魂でも宿っているんだな。扉自体が門番ってわけだ。もう次の村の話が出てますね。扉に魂って。その発想はなかったです。セーブしました。至るところにスコップが並んでますね。そんなにいるのかな？ここは仮眠所、疲れた時は寝るのが一番さね。ロックが寝てくかね。ぐーぐー、すやすや。疲れは取れたかい？汚いし、ほぼ床だけど、まあ、こんなところじゃ仕方ないわね。久しぶりだな、姉ちゃん。誰？俺だよ。へ、わかんねえとはまだまだ経験不足だぜ。あん時お前さんがお薬をくれたんで命拾いしたよ。あの後俺は町に戻ったんだよ。とりあえずな。そしたら見つけちまったんだ。地下水道へ抜ける道をな。おい、あんたの仲間をさらったあのバカでかいレディーバロンな。現れだぜ。俺は囚人に化けてこの鉱山でお宝を漁ってたんだが、参ったよ。囚人どもに何かを掘らせてんのはいいけどよ。使い物にならなくなった囚人を、なんと缶詰にしてやがるんだ。缶詰によ。奴は何を探してんだ？古代の装置の復活？なんてこったい。あんなでかくて悪知恵の回る奴がこれ以上増えたらまずいぜ。うん。先のことはともかく、あんたは仲間を助けるのが先だな。お薬のお礼と言ったらなんだが、これをやるぜ。いや、結構です。女物のブーツをこんな炭鉱の奥までずっと持ってたんですか？おお、怖い怖い。せっかく無知にしたけど、このブーツの方が強いからこっち装備するわね。しかしわざわざ囚人に化けてまで追ってきたと思ったらしっかりお宝は漁ってたんですね。
バーボ、ダメな子でしょう。お買い物終了。さて、さらに奥まで行ってみましょうか。出た、ゴールド、今度こそ、今度こそ。おーおー、ついにレディタンレベルアップ。そして必殺技2号習得、続けてヨシオレベルアップ。魔法も思い出しました、ダウン。なんか守備力とか下げてくれるのかな、ゴールド。経験値は多かったけど、お金は10エンドルしか持ってませんでしたね。あら、何か神殿みたいな建物が出てきたわね。お嬢様、今コックスが見えましたぞ。ゴールド、と思いきやパパでした。チャージンガムゲット。なんかこの辺り敵が弱いですね。なんでかな？と思ったら強そうなやつが一球。よしおさん、仕事してー。じゃあ、痛恨の一撃。やばい。なんかグダグダになってるぞ。あら、アイテム勝手に使ってくれるんですね。ありがたいような、余計なお世話のような。やっと倒せた。またトロッコね、そろそろ飽きてきたわ。あら、さっきの神殿じゃない。今度こそコックスいるんでしょうね。ゆっくりレディーストーカー、その18。始まります。怪しい地下神殿に到着。コックス、首を洗って待ってろよ、ハート。一球三出現。なんで一球？トンチでも見せてくれるの？お、ノーダメージ。やったね。レディータン調子がいいよ。またまたノーダメージ。戦闘も慣れてきた？かな？相変わらず使えないジジイはいるけどね。あら、嫌なものがチラチラ見えますね。もう、モンスターハウスだー。はなさそうだし大丈夫よ。ちょっと通りますよ。今のものよ、いよいよ我ら魔物が生まれ変わる時が近づいてきた。てるる、大きな体と発達した脳、その2つを手に入れれば人間なんぞ毎日でも食えるのだ。あ、よく見たらコックスいました。お前たちのおかげで探し求めていた棺もついに見つけることができた。お前たちにとっておきの書を見せてやろう。
げるよ。お前に名誉ある仕事を与えてやろう。なに簡単なことだ。この棺を開けるだけだよ。さあ開けろ。開けるのだ。この弱虫が抵抗すると痛い目に遭うぞ。しまった。ちょっと脅かすつもりだったのに、これは力が強すぎるのだ。参ったな。開けて中から物騒なものが出たら俺はたまらんからな。俺が開けてやろう。お口か。てるるるる。びっくり箱だったらどうするのだ。ここからでも、開けられるのさ。この俺はな。おう、お口、すごいぞ。伊達に研究はしてねえぜ。フック。どうやら棺には罠は仕掛けられてないようだな。てるる。てるるる、どう？なんということだ、いつの間に。てるるる、うかつだった。お口、ここは頼んだぞ。俺はまた探さねばならんものができた。オーケー、わかった。JB、弱虫でしょう。モグ吉、無計画でしょう。突っ込みどころ多すぎでしょう。とりあえずおカマを助けなきゃね。これは、もうダメかしら。お嬢様、まずコックスの具合を確かめましょうぞ。あ、ごめん、生きてたわ。無言のパーティー入り。頑張れコックス。って、うわ、死にかけてる。回復魔法おいしいです。でも掛け声どうにかならんかね。すみませんお嬢様、この掛け声じゃないと唱えられないんですよ。ヨシオさん、出番ですよ。石板の上の方は欠けてますな。では読みます。よって装置を封印することに決めた。再び動かさんとするとき、忠実なる我がしもべ、タヌキスに白きボールを捧げ、我が名を示すべし、さすれば装置は再び命を得るであろう。ただし黒きボールを捧げたときは、装置は二度と目を覚ますことはないだろう。以上ですが、この石板は持っていた方が良さそうですな、お嬢様。ふむふむ、大体わかってきましたね。魔物を強くするような古代の装置を JB が復活させようとしてたんですね。モルグの人？モルグって何？どこ？おやおや、コックスさんも残念しようかな。出た、缶詰だ。おや、血に染まった生存者が。ロウリン、はは、お前ら、人間か。うわぁ、助かった。俺たち、騙されてたんだ。確かに街では酒とかバッチとか遊び放題だったけどよ。挙句の果てに缶詰にされるなんて、とんでもねえぜ。あいつらの話を聞いたんだけどよ。この鉱山の向こうに秘密の基地とか色々作ってるらしいんだよ。このままほっといたらえらいことになっちまうぜ。みんな缶詰になっちまうよ。とほほ、姉ちゃん、なんとかしてよ。酒とかバッチばっかりして、とほほ、じゃないわよ。まあ、なんとかするけどね。なんかボールを捧げて装置を止めればいいんでしょ。次の目的も見えてきたので、今回はここまで。ゆっくりレディーストーカーその19、始まります。血に染まった生存者からいろいろ情報が聞けたよ。剣、火の玉トロッコ、特別作業員以外無断乗車禁止。操作盤の赤いボタンで火の玉発射、弾数は無制限。無断乗車禁止の割に操作説明は書いてあるのね。あ、撃てる。あらら、この音楽はボスですね。モグ吉、お前か。ち、全然当たんないわ。もっとサブマシンガンくらい連射できるようにしときなさいよね。
バイトですじゃあ。うるさいわね、何他人事みたいに言ってんのよ。あんたたちも魔法使えるなら援護しなさいよ。すみませんお嬢様、結構揺れが激しくて。うつ。何やってんのよ、バカ、もういいから邪魔だけはしないでよね。お、も、もぐ土が燃えている、ファイヤー。あら？いつの間に？レディータンレベルアップ。酔ってただけのコックスレベルアップ。傍観者よしおレベルアップ。なんだか納得できないわ。私に3000の経験値が欲しいわ。相変わらずトロッコだらけですね。でもそれもそろそろおしまいかな？あ、ここはちょっとオープニングで見た気がする。線路は続くよ、どこまでも。本当に続きますね。あんなにぐるぐる回る必要があったのかな？遊び心大事。到着。ずいぶん進んできましたね。ここ。なんだー。この赤いランプが点滅しているときはトロッコに乗れません。わぁ、点滅してるわ。乗れないわ。乗れないってこういうことなの？なんか不思議な力が働いてるわ。仕方ないわね、こっちの道に行ってみましょ。あんたたちどこにいたのよ、まったく。ここはモンスター村だ。うむ、お前ら人間だな。この先は床戦争、だがこんな時に持病の悪魔病の発作が、うわぁ。さよなら、原始ドジー。モンスター村だって情報ありがとうございました。あら、どこかで見たことある顔だなぁ。村の真ん中に自分の金の像が立ってたら嫌やわ。人間はここを倒さないぞ。よ、噴火のショックで腰が抜けてしまうとは。しかし人間ね、どうせお前らの村や町も溶岩で埋まっちまったに決まってる。逃げ損ねたくせにうるさいわね。よ、何しやがる。それで町に戻る気だな。ちょっと、痛い、やめて、お願い。なんだか自分と近い匂いがします。お釜ばっかり勘弁してよね。まあ、もらえるものはもらっときましょ。しかしドアも開かないようですし、一回町に戻るしかありませんな。まあ、仕方ないわね。こんにちトマトン。なんでこんなとこにいるのよ。というわけで今回はここまで。次回謎の。おやおや、こんな街中にトマトンさんが、迷子かしら？うわぁ、ジャス、お前を食べちゃうぞ。ぜへ、驚いたろう。セグリの家の中から体の組織を変化させる魔物のエキスが出てきたん。セグリの家の金庫の中にまだあるはずだよ。そんなものを簡単に試せるあなたにびっくりです。なぜこいつモンスター村の存在を。あなた人に頼んでばっかりね。お、話忘れて
て聞いたぜ。JD を倒してくれるなら武器を調達するぜ。鉱山には使える武器がたんまりあるから、掘り出すたびに店に並べておくぜ。魔物エキスゲット。これでモンスターに変身できますね。ウプ主が個人的に好きなアイテムです。変身面白いよ。さてと、モンスター村に行く前に買い物でもしていきましょうか。こっちは品揃え変わってないわね。あら、こっちもオープンしたのね。どれどれ。お嬢様、ありがとうございます。お嬢様、わしにも何か。いえ、何でもないですぜ。た、たか、売るわよこんなもん。ふう、荷物も整理できたしそろそろ行きましょうか。あ、お嬢様、先ほど聞いたんですじゃが、カジノがオープンしたようですじゃよ。あら、そうなの？ヨシオのくせになかなかいい情報持ってきたじゃない。ちょっと行ってみましょう。カジノですか、なかなか面白そうですね。あとこの村いい男ばっかりですね。あんた静かにしてると思ったら、そんなとこばっか見てないで役に立つ情報とか集めなさいよ。1枚20円ドルか。まあ、このくらいかしら。あら、なかなかいい商品が揃ってますね。ではカジノへ、いざー。わあ、スロットマシンがたくさん、そして賭けていく家来たち。何本気で遊んでんのよ、ジジイ。ボブなんていたかしら。これが面白そうね。ちょっとやってみましょ。なかなか難しいわ。でも狙うなら大物よね。一瞬で元の場所に戻したの。あーん。やったー。意外と早く取れたわ。王の鎧ゲット。王様の鎧がクレーンゲームに入ってていいんですか。おお、防御力上がりますね。さっきチェーンメール買わなきゃよかった。
ゲームが楽しいからついつい取っちゃうけど、よく考えたらコイン2枚で40円ドルだから結構ぼったくりなんだよな。せっかくだし、スロットもやってみましょ。もう最初の購入枚数超えちゃったわ。意外とちょろいのね。もうこんな時間。さっきから当たったりはずれ続けたりで結局あんまり枚数変わらないわ。時間だけ無駄に食っちゃったわね。まったく。それじゃあそろそろ行きましょうか。それではモンスター村へレッツスプリング。今回はここまで。次回モンスターに変身しちゃうぞ。ゆっくりレディーストーカーその21、始まるよ。モンスター村に戻ってきました。早速モンスターに変身しちゃうぞ。レディートマトンとは私のことよ。お嬢様、結構ノリノリですじゃな。よぉ、噴火のショックで腰が抜けてしまうとは。なんだよ、見るんじゃねえよ。いいもんやるからあっち行けよ。俺様がびっくりして腰を抜かしたことは、秘密だぞ。いいな。皆さん、ここにびっくりして腰を抜かした子がいますよ。だいたい腰どこだよ。うわぁ、参ったよー。すごい噴火だったね。死ぬかと思っちゃったよ。さて、コックスはどれだったかな。だから言わんこっちゃない。わしはあの火山は近々噴火すると予言したんじゃ。それなのにゲムコのやつがわしの予言を無視しおって、よりによって火山の中に基地を作りおった。こうなったからにはざまあと言いたいわい。本当になんでわざわざ火山に作ったし、ざまあ。あら、乗れちゃった。なんかこういうモンスターいたよな。もう一匹乗ればタワーになるんじゃね。この噴火でゲムコ様の立場もかなり危なくなってしまうな。ケイリー様はきっと許さないと思うよ。大変だ。今の噴火で火山の基地が壊れたらしい。トロッコも動かないということは、火山の奥の溶岩炉も壊れたんだ。踏んだり蹴ったりだ。あ、ごめんなさい。どいてください。ゲムコ様からの連絡も途絶えたんだ。きっと基地の中で落盤が起きて閉じ込められたに違いん。これはかなり悲惨な状況だぞ。キャラのせいか、声のせいか、全然悲惨そうに感じられないのは気のせいかな。シャドウ、ド、ゲロゲロにようこそ。どうも我々の領域に人間が侵入したらしいんだ。さっき JB 様が来てそう言ってたよ。見つけたらすぐに捕まえろって。捕まえたら缶詰をいっぱいくれるって。そういえば JB 様はボールがどうしたとか言ってたけど、あれかな。俺の友達が東のスノーバレーの基地にいるんだけどね。そいつが壁の中に丸い玉を見つけたとか言ってたんだ。それのことかな。間違ってたら怒られるから別にいいけどね。トマトの格好してたらみんないい情報ペラペラ喋ってくれますね。やっぱ魔物の中でも下っ端で話しやすいとかあるのかな。ここは神に見捨てられた哀れな魔物どもが救いを求めて訪れるところだ。では、これまでの悪用を告白するんだな。狼よ、この惨めな出来損ないの魔物どもにも情けをかけてやってくれ。なんだお前らは、今しっちゃかめっちゃかだから後にしてくれ。
もしかしてお前たち風音で婿様を助けに行ってくれるのか。そうかそうかそうか、偉いぞ。今ちょうど誰を行かせるかを話し合っていたところなんだよ。侵入した人間どもも探さねばならんし、出婿様も助け出さねばならんし、溶岩炉も壊れとるし、参ってるんじゃ。いいか、溶岩炉は出婿様が閉じ込められてる部屋のさらに奥にある。きっと噴火の振動でボルトが抜けてしまったに違いない。ボルトをはめれば溶岩炉は治るはずだ。頼んだぞお前たち。こんな最弱トマトに頼むなんてひどい村人たちですね。あら死んでる。ゴールドレディーとは私のことよ。魔物エキスはトマトンだけでなく、ゴールド、グリーンパパ、トマトンのどれかになるみたいです。多分、隠しとかないよね。腐ったりしないよね。これはレディータンだね。今の姿でも着替えられるのかな？あ、せっかく苦労して三色にしたのにもう戻ってしまいました。なんか気持ち悪い色のおじいさんが出てきました。なんとなくヨシオもモンスターの仲間に見えるよ。お、誰か巻きつけましたね。グッジョブ。溶岩ってこんな綺麗に迷路みたいの残るんだ。すごいなあ。あら、持病の発作がない方ですかね。マヒナイス。コックスレベルアップ。なんかガムついてるわ。火山突入。それにしてもゲムコ様ってどんなやつなんでしょう。魔物のカリスマで、魔物たちも JB 派とゲムコ派といたりするようなイメージです。じいさんじいさん、さっきからお薬使いすぎじゃないですか。レディータンレベルアップ。それにしてもここ結構敵が強いです。レベル上げ足りないかなぁ。よ、ヨシオさーん。そんなエビ反りになって死んじゃうなんて。それなんて軟体動物。あー、コックスまでー。やばい。焦って結構やられてしまいました。しっかりしなさいよね。コックスも、そんな、掘ってください、なポーズで死んじゃうなんて。どうしよう。生き返らせるのは教会行かなきゃだけど、村ちょっと遠いしなぁ。まあ、レディタン強いし、一人でもなんとかなるかな。いやごめんなさいごめんなさい、なんていきなりそんな強そうなのいるんですか。あー、まひったー。なんもできねー。あ、溶けた。ここは撤収、撤収。はぁはぁ、状態異常怖いよ。ごめんね、レディータン。無茶しすぎました。ヨシオたちよ、いつの間に生き返った。
死んだふりか。ここはモンスター村、私はレディートマトン。は、そうだ、火山で倒れてそれから土に帰り養分となり、トマトンに戻ってる。とりあえず前回の反省を生かして、お薬とかちゃんと準備して出直します。あらよっと。ただいまー。お帰りレディタン。いろいろカットしておいたよ。そして前回進んだあたりまでちょっとダッシュでお願いします。今回もミミック怖くて逃げちゃいました。さてと、前回一人で心細かったけど、今回は一応レディータン見守り隊の二人も行ってます。てか暑いわね。こんなドロドロ溶岩の隣とか普通歩けないわよ。あら、火の玉まで出てきてますね。なんだか棒ゲームの悪い亀のお城みたいです。桃姫様いるのかな？そうそう、この映像じゃわからないかもしれませんが、プレイしてると火の玉のせいか結構画面が処理落ちしてて歩きにくいよ。敵でなくてよかったよ。何にもない。こっちしか道がないわ、どうなってるのよ。普通こういうのって熱い床もあるけるブーツとかあるんじゃないの？まったく。ここはくるくる回ってる謎の浮遊石に乗って進むみたいです。あらよっと。合金の服ゲット。なんかごつそうです。今の装備の方が強かったわね。ゲームの景品のくせにやるじゃない。開いた。大丈夫レディータン。ドジなの？ドジっ子なの？うるさいわね、忘れなさい。あ、また強制的に燃える道歩かされるのね。はは、なんか序盤の拷問を思い出したわ。620円ドルゲット。なんだか中途半端ですね。は、なんかこいつ見たことあるわ。嫌な感じね。うつ主はこの人形がなんか苦手です。ビジュアル的に怖いのもあるけど、結構倒しにくいようです。とりあえずみんな欠けてないですね。よしよし。チョコレータムゲット。溶けてないかな？よしおレベルアップ。ズガの魔法を思い出した。なんか名前が微妙です。
な。なんでついてくるんだよ。来るなよ。ひっつくなよ。コックスレベルアップ。アップの魔術を覚えました。そういえばコックスは思い出すんじゃなくて覚えるんですね。なんかこの色人間っぽくてやだなぁ。ってあれ？これ前も言ってなかったかな？言ってたらすみません。やっぱり二人がいてくれると、敵が自分ばっかり狙ってこなくなるので助かりますね。まあ、二人というか、コックスだけでもいいかな。そしてこの距離感である。こんなところに道が、というわけで今回はここまで。次回もゲムコ探し頑張ります。ゆっくりレディーストーカーその23、始まるよ。火山探索の続きからやっていきます。相変わらず見守るだけの二人の下僕に慣れてきました。コックスレベルアップ。そういえば、探索長すぎ、ってご意見をいただいたので、今回からダンジョンは一部早送りしていこうかと思います。あばばばば、びっくりした。キャー、助けてー、ビリビリよー。あら、やばくね？全滅じゃね？と思ってたら大丈夫だったわ。なんだこいつ結構頭悪いな。あばばばば、また痺れた。やめてー。あんたがビビりすぎなのよ。しっかりしなさいよね。あら、ほんと。思ったより普通に倒せちゃいましたね。ビー玉ゲット。コレクターに送っときます。さて、というわけで予告した通り倍速でお送りいたします。加速吉尾さん。死んでるー。どうしよう。一回無謀に進んでゲームオーバーなっちゃったしなー。ここはやはり体勢を立て直すべきと。おや？下に見えるは不思議なハート石。ですよねー。そんな都合よく生き返りませんよねー。あはははは、畜生。
と、いうわけで戻ってきました。火山時間かかってるぞ。急げ急げー。加速。進んだ気がします。そうかしら、何回も落ちる穴間違えたりして大して進んでない気がするわ。まあまあレディターン、そう言わずに。あら、なんかブロックとかいっぱいあるわ。登る感じかしら。あ、なんかいけそうな気がする。いけたー。やったね、レディタン。おつむの弱い主でごめんねー。よいしょ。これで先に進めるわね。というわけで今回はここまで。火山なかなか進まないよ。大変お待たせしました。レディーストーカーその24、始まるよ。でっかいトマトを助けに来ましたが。助けに来てくれたのですね。ほんと、このままウプ主失踪シリーズになるかと思ってました。噴火の熱にやられて、もう助からないでしょう。別にあなたが私の救助に数ヶ月かかったせいではありませんがね。あなたは誰？バカなの？タコなの？ごほごほ、もういいです。私はもともと虫トマトだった。虫トマトだった私にあの JB が、邪悪な魂を吹き込んだのです。でも、一つだけ言っておきます、キリ。あいつは装置を使ってあなたたちも大きくするつもりですが、あの装置で大きくなると、力は強くなりますが、体は蝕まれていくのです。トマトはトマトのままでいいのです。あいつに、騙されな、い、って。ゲムコ様なんてことなの。あいつ私をタコだと思ったまま死んでいったわ。まあ、タコだと思っていろいろ話してくれたからいいけどね。それより今日、セリフと音声違くなかった？虫トマトとか言ってないよね？微妙な受け狙いするくらいなら、普通にセリフ通りの音声つけた方がいいわよ。で、ここ数ヶ月何してたの？私はレトロゲー実況者になる、とか言って始めたくせに、提督やってたり、ドラクラしたりしてた？ふん。レディタン、数ヶ月放置されてたから色々溜まってらっしゃるのね。もうやめて、ウプ主のライフはゼロよ。そんなこと言ってたら、どうやら溶岩炉に着きましたね。ちょちょいと直しちゃいましょう。どうしたらこんな、ネジが2本だけ飛び出して、横に並んでるのかしら。意図的に抜いたとしか思えないんだけど。
まあまあ、リアルに壊れてたら直せないし、ネジが破損して一回村に戻って取ってこいとかだったら、めんどくさいからいいじゃないですか。まあね。さて、溶岩炉も直ったことだし一度村に戻りましょうか。お嬢様、レベルが上がりましたよー。うわぁ。ご苦労さん。M子様、マジで。致し方あるまい。無理やり探しに行かせておいて超あっさりですね。ゲム子様本当に偉い人だったのかな？それにしてもここの奴ら、本当に魔物使いが荒いわね。こんなトマトに仕事させすぎなのよ。まったく、まあ、ボールがどうとか JB も言ってたし、スノーって雪よね。あたし雪は見たことないから、結構楽しみだわ。うふふ。あ、腰抜けさん、チース。そんなわけで、スノーバレーに向かいます。いざー。ふぅ、トロッコも何回目かしらね。スリルを増したいから、ちょっと加速お願いできるかしら？レディータンの頼みなら、よいふぅ、やっと雪山に着きましたね。寒い。ブルブル、レディータン、そんな格好で寒くないの？このくらいで寒いわけないでしょ。ブルブル、それよりこの白いのが雪なの？綺麗だけど意外とつまんないわね。雪の親玉に大きいダルマがいるって聞いてたんだけど、この辺りにはいないのかしら？ブルブル、レディータンもブルブルしてるので、適当にカットしていこうねー。やっほー、ソリもなかなか面白いわね。開いた。何よ、ソリの次はスケートなの？あたしのトリプルアクセル見せちゃうわよー。ふふ、やっとまっすぐ滑れるようになった。まっすぐしか滑れないけど。あ、ちょっと何撮ってるのよ、ここカットしなさいよ、バカアイスナイフゲットだぜー。ナイフはコックスの武器ですね。ナイフで攻撃すると、氷の真空波が飛ばせる素晴らしい武器です。それより攻撃力40以上上がりましたよ。みなぎってきたー。よく滑るわー。この床、お屋敷に持って帰れないかしら。ちょうど燃えちゃったし、新しい床これでよくない？そうですなー。これなら燃える心配もないし。ってお嬢様、そのことは思い出させんでくださいですぜ。今滑ってないし、別に。あら、何かしら？ロッテンブロー協会、新刊狩猟場はこちらです。狩猟？何それ面白そう。これは行ってみるしかないわね。たーのーのー。もしかしてボスのダルマもここにいたりしてねー。うふふ。とやー、いやー、はは。残念、ダルマだと思った？私は狩猟中の新刊です。いきなりの自己紹介どうもです。新刊様でもストレス溜まるんですね。エイヤー。あれ？今ナイフ。残像よ。ナイフなんてやわなもの、この私が使うわけないでしょ。ところで奥に見えるのはまさか。はい、ポーズ。なぜ止めたし。温泉来たこれー。冷えた体が温まるわ。着衣したまま？別にいいでしょそんなの。あ、セーブお願いします。セーブ完了です。まだ雪山続くのかな？なんか穴に落ちたらこんなところに着いたぞ。変な床がありますね。氷？下が見えてるの？そんなことより宝箱があったじゃない。お宝お宝。は？カラー？おい、上に誰かいる。人間か、人間か。きっと JB 様の言ってた侵入者に違いない。よし、俺たちがやっつけて、JB 様に褒めてもらおう。じゃあまずは俺から言ってくるぜ。みんな、見ててくれよ。ヒヒ、空の宝箱に引っかかるなんてバカな人間だぜ。うるさいわね、宝箱は空だし、なんか色の汚いベビーバロンは出てくるし、ムカつくからコテンパンにしてやるわ。こいつ、あたしの後ろばっかりついてくるんじゃないわよ。そこのじじいかおかまのところにでも行きなさいよ。おいらだって、おかまかじいさんか姉ちゃんなら姉ちゃん狙うに決まってるだろ。
状況。それにしても全体魔法は結構めんどくさいですね。唱えてる間に蹴りを一発入れられれば解除できるみたいですが、そんなこと言ってたら片付けちゃいました。バイバイデモリン。クソ、俺の友達をよくもやっつけてくれたな。ミニーって女の子だと思ってたんだけど俺って言ってますね。俺っ子なのか、そもそも性別なんてないのか。それにしても相変わらずお供二人は役に立ちません。アイスナイフの威力見せつけてやってくださいよ。それ、回復回復、とにかく死ぬな。ミニーも片付けました。あと何匹くらい来るのかな？下にはまだいるみたいですが。レディーターンレベルアップ。必殺サマーソルト。久々に新技。頼もしいです。あらら、新技に恐れをなしたのか、ベビーバロンたち逃げちゃいましたねー。というわけで今回はここまでー。